皆さんこんにちは、はやぶさフィールドスタッフの井上です。今回は大阪湾奥部まで冬チヌということで、チヌを狙いにやってきました。なぜチヌかと言いますと、はやぶさズルズルチヌに新色が3色と新しいウェイト 3g、5g といった2種類が増えましたんで、実況しながらちょっと楽しんでみようかなと思っています。ズルズルチーヌ 7g にレインズのネギョフラット2インチ、ちょっと小さいですけど、まずは1匹キャッチです。キビレですね。ズルズルチーヌ 5g。 こういったね、手前の今来たん浅いところで、浅いところでもこう引いてこれる 5g 重宝しますんで、ぜひ使ってみてください。はい、サイズは45cm あるなし。すっごい綺麗な太鼓ですね。夏ったルアーはこれですね。ズルズルチーヌ 5g、レインズのネギョフラット、これの組み合わせです。カラーは、緑ブラックです。では続けてやってみましょう。サイズは小さいですけど、キビレ3匹目、本日3匹目。カラーは同じく緑ブラックですの 5g ですね。やっぱりよう引くね、ちぬ楽しい楽しい。日中でこんだけ釣れたらいいね。よし、よし。よし。はい、今回のチヌングは、まず朝ですね、一番に使用したのは 7g。7g です。こちらですね。これで、まあ、サイズは小さかったんですけど、なんとか1匹釣ることができました。そこからはズル引きするのに
ちょっと引っかかるところが多くなりましたんで、ウェイトを下げてより手前 7g の場合は少し大きいですね、ということで、5g 手前の方がいいんじゃないかなということで 5g 緑ブラックにチェンジしてみました。こちらですね、こちらで、2匹ほど釣ったんですが、あの見ても分かるように本当にあの水中にモルイやコケなどといったものが多く、カモフラージュさせて使用できる緑ブラック、今回は少し効果があったのかなと私なりに思っています。今回ですね、全部ズル引きです。そこをズル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 やって釣りました。まさしく、はい、ズルズルチームです。トレーラーですね、はい、出ました。じゃーん、レインズのネギョフラット